昭和48年新春の1月19日、自衛隊の最高責任者である田中総理大臣を初めて迎えて、自衛隊高級幹部会合が防衛庁大会議室で開かれた。2月1日付で離任した統幕議長衣笠陸将の離任式が防衛庁で行われ、関係者と別れの挨拶を交わした後勇退した。引き続き新統幕議長となった中村陸将の着任式が2月1日防衛庁で行われ、特別儀仗隊の栄誉礼を受けた。北海道冬の風物詩、雪と氷の祭典が今年も華やかに催された。2月1日から5日まで行われた第24回札幌雪まつりでは、自衛隊はその機動力と人海戦術でジャンボ像を手掛け、今年は日中国交回復を記念して見事な天安門や万里の長城などの大作が並び人気を集めた。また1月下旬から3月にかけての各地での雪まつりに自衛隊は積極的に参加して市民の目を楽しませた。北部方面隊冬季戦技協議会が2月7・8の両日、島松演習場と真駒内射撃場の2会場で開かれ、2500人の選手が参加して白銀の原野で火花を散らした。第28回国民体育大会冬季大会を新潟県塩沢町に迎え、自衛隊は第二普通科連隊を主力に全面的に支援した。2月18日から21日の間、全国から集まった1500余名の選手団の熱戦が自衛隊の一糸乱れぬ支援によって繰り広げられた。海上自衛隊初のヘリコプター搭載護衛艦はるなが2月22日三菱重工長崎造船所で竣工、引き渡され就役した。同艦は即日第一護衛隊群に編入され、本年いっぱい訓練試験に専念した。2月24、25の2日間、陸上自衛隊那覇駐屯地と沖縄地連の開庁記念行事が盛大に行われた。この間、駐屯地は一般に開放され、美術展、音楽祭などが催され、訪れた3000人の県民の祝福を受けた。陸上自衛隊航空学校岩沼分校の宇都宮飛行場への移転に伴い、3月19日付で岩沼駐屯地が廃止されて、新たに北宇都宮駐屯地が開設された。北宇都宮駐屯地の開設に伴い、航空学校宇都宮分校の編成式が行われ、編成完結した。我が国では初のワールドカップアルペンスキー競技大会が3月12日から14日まで苗場国際スキー場において開催された。
世界各国の一流選手が集まって名実ともに世界一を競うこの競技大会を成功させようと、自衛隊は通信、輸送、救護など多方面にわたって支援を展開した。競技はコンマ1秒を競うスピードとスリルの連続。第12師団の強力な支援によって記念すべき国際大会は無事成功裏に終了した。防衛大学校の47年度卒業式が3月21日、田中総理大臣、増原防衛庁長官はじめ、内外の来賓、父兄らを迎えて行われた。晴れの卒業式を迎えた第17期本科生497名と、第10期理工学研究科生68名は、使命の重大さを心に明記して、ようやく巣立っていった。続き4月5日本科第21期生582名、理工学研究科第12期生64名の晴れの入校式が行われた。真新しい制服に身を正した入校生に対し、諸君はまず国防の意義について理解を深め、豊かな人間性を培い、幹部自衛官の使命を自覚せよと、箕輪政務次官が増原防衛庁長官の訓示を代読した。4月9日目黒の防衛研修所に韓国国防大学院の研修団一行11名が研修のため来所した。一行は来所の挨拶の後、報道においてブリーフィング及び質疑応答を行い、日韓両国の相互理解と友好を深めた。4月20日、砕氷艦富士がおよそ5ヶ月ぶりに南極観測支援の退任を果たして無事帰国した。東京港岸壁には石田海幕長をはじめ182人の乗組員の家族らが出迎え、久しぶりの再会を喜び合った。4月24日から26日の間、第16普通科連隊は海上自衛隊の支援を受け、九州五島列島で後方機動演習を行った。温かく歓迎協力する島民たちの前で、迷彩服レンジャー隊員のデモンストレーションや武器展示など島民たちとの親睦に努め、大きな成果を上げた。また防衛思想を郷土県民に普及し、自衛隊を正しく理解してもらおうと、自衛隊協力会主催の自衛隊展が5月3日から6日まで長野県佐久市で催された。会場に展示された武器や装備は一般市民の関心を強く呼び起こし、あちらこちらで目を見張る男女の姿が見られた。とりわけ支援に当たった第13普通科連隊の隊員の規律ある態度は好評を呼び、会場では入隊志願者や自衛隊協力会に入会する人々も出て大成功を収めた。増原防衛庁長官は内装に関する政治責任を取り、5月29日辞任。翌30日には
防衛庁で離任式が行われ、蛍の光の流れる中を防衛庁職員の見送りを受け退庁した。入れ替わり、新防衛庁長官に山中貞則氏が着任し、5月30日防衛庁で着任式を行った。5月28日、タイ国防大学研修団一行22名が防衛研修所に来所し、行動でブリーフィング及び活発な質疑応答を行い、日台両国の友好を深めた。6月14日、第一空挺団は奈良市の演習場においてC-1 中型輸送機による初の降下訓練を行った。ジェット機である C-1 機よりの降下は何度か研究を重ねてはいるが、地元奈良市のでの実施は初めてであり、この日34名の空挺隊員が前後2回にわたって大空に見事な花を咲かせ無事降下した。48年度援交部隊は6月20日、乗組員実習幹部等約740名が家族友人たちに見送られて横須賀港より元気に出発した。一行は練習艦香取、護衛艦菊月の2隻に分乗し、11月2日まで136日間およそ3万マイルの長い航海に旅立った。援交部隊の訪問国はアメリカ、ペルー、フランス領ポリネシア、ニュージーランド、オーストラリア、インドネシアの7カ国で、それぞれ訪問国の見聞を広め国際親善の役割を果たした。夏も盛りの7月27日から3日間、第12師団主催による青少年キャンプ教室が群馬県立春名キャンプ場で行われた。参加した136人の青少年たちは規則正しいキャンプ生活を送り、昼は地図とコンパスで目的地を探すオリエンテーリング、夜は趣向を凝らしたキャンプファイヤーなど、隊員たちの親切な指導のもと大自然の中で楽しい3日間を過ごした。9月23日から24日にかけて北海道南部は集中豪雨に見舞われ、各地で土砂崩れや河川の氾濫、家屋の埋没があり、自衛隊は直ちに救援部隊を派遣、目覚ましい活動を展開して罹災者たちから深く感謝された。真夏の寒天続きで水不足となった各地方で、自衛隊は全力で給水支援に当たった。北海道手売島では7月26日から陸海空の共同によって給水作戦が展開された。島の学校のグラウンドに続々送り込まれた水は、寒天にあえぐ島民たちに心から感謝された。海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦の2番艦が東京の石川島播磨重工でドック建造を終わり、8月13日、命名式及び進水式が行われた。同艦は山中長官によって比叡と命名された後、打ち下ろす銀の斧によって4700トンの巨体は滑り出し、関係者およそ3000人の拍手に祝福されて無事進水を終えた。
7月24日、北海道島松演習場において、第1空挺団約150名と、第7師団の第24普通科連隊250名が参加して、対空挺演習を行った。演習は、第1空挺団が空から物量投下の後、3波にわたって降下。これを第24普通科連隊が、戦車と APC で迎撃を行った。昭和48年度防災功労者の総理大臣表彰が9月5日首相官邸で行われた。今年は陸上自衛隊第2師団雪害派遣部隊と第13師団同指揮科部隊が受賞した。表彰の後、田中総理大臣は国民のため今後も皆さんのご活躍をお願いいたしますと激励した。9月3日から18日にかけて、北海道島松演習場において、第11師団の対機甲演習が行われた。演習は、曲陸幕長らの視察のもと、およそ隊員5200名、各種車両1000両、戦車100両、航空機40機が参加して、北海道の原野で実戦さながらの作戦を展開した。9月12日、富士学校の48年度総合火力展示演習が、関係者及び一般見学者、およそ8500名の見守る中で行われた。自衛隊の装備火器などを一般に認識してもらうために行われるこの公開演習は、凄まじい砲声を休むことなく富士にこだまし続けた。9月26日から10月8日までの間、陸上自衛隊通信団の大規模な演習が石川県金沢市三越牛演習場を中心に行われた。この演習は台風と大地震のダブルパンチで北陸一帯が壊滅的打撃を受けたという想定の下で、被災地と中央との間に通信組織を構成運営するため、通信団の全組織を動員した。演習には各種無線機、野外自動交換装置、テレタイプ、各種中継装置および第301写真中隊の野外写真処理装置などが参加し、災害時における通信網の確保の重要性を改めて認識させた。山中防衛庁長官は10月2日東部方面隊を相馬ヶ原駐屯地において初度視察した。長官は第12師団霊下部隊を貫越した後、国土防衛の崇高な任務を自覚し堂々と前進せよと力強く訓示した。1973年国際航空宇宙省が10月5日から11日の間、秋空の下航空自衛隊入間基地で開催された。このエアーショーは1年おきに開かれるもので、今年は9カ国が参加。人気のブルーインパルスの曲技飛行をはじめ、内外の新鋭機延べ180機が飛行展示や地上展示を行い、詰めかけた60万の観衆を魅了した。第28回国民体育大会秋季大会が10月14日から6日間、天皇皇后両陛下をお迎えして千葉県で開催された。大会は輝く心、輝く力、輝く太陽をスローガンに
若潮国体と呼ばれ、沖縄をはじめ全国47都道府県から1万6000人が参加して26競技を競い合った。自衛隊の国体支援団の規模も大きく、第一空挺団を主力におよそ隊員700名、車両180両、通信機180機が参加して広範な支援に当たった。千葉県下25市町村で繰り広げられた各種競技に自衛隊の各部隊の隊員が活躍して大会を盛り上げた。10月16日、那覇基地で南西航空混成団の編成完結式が行われた。同混成団はこれまで西部航空方面隊の指揮下にあって臨時部隊として沖縄に配備されていたが、防衛二法の成立で北部、中部、西部の各方面隊と並ぶ独立組織として沖縄周辺の防空任務に就くことになった。10月16日、茨城県百里基地に F4EJ としては最初の飛行隊第301飛行隊が進編された。この日、第7航空団は編成完結式の後、第301飛行隊のパイロットや整備員たちが司令官の巡閲を受け、さらに F4EJ6 機の編隊による観閲飛行を行った。恒例の自衛隊記念日の11月1日を迎え、全国各地で記念行事が繰り広げられた。中央観閲式は今年は初めて安積訓練場が選ばれ、田中総理を迎えて降りしきる雨の中まず巡閲が行われ、続いて崇高な使命を明記して国民の期待に応えようとの首相訓示がなされた。国家の存亡、民族の命運に関わる崇高な使命を付託されていることの責任を、創設以来23年の成長した自衛隊のありのままを披露する堂々たるパレードの開始。観閲行進は人員4700人、車両等240両が参加し、各国大公使ら7000人の観衆が見守る中、激しい雨にもめげず参加隊員の士気は高く、威風堂々の行進が展開された。また記念行事の一環として恒例の自衛隊音楽祭りが11月24日日本武道館で昼夜2回にわたって催された。今年のテーマは英気と若さと躍動美で、文字通り陸海空音楽隊250人をはじめ合計3000人の若人たちの熱気あふれるショーが繰り広げられた。会場は2回とも満員で、次々に展開される隊員たちの若さと音と色彩の絵巻が満員の観衆を魅了した。山中長官は10月11日防衛大学校の初度巡視を行った。この日、長官は猪木校長の案内で学生舎を見て回り、学生たちの読書傾向などに次々と質問を発し、関心の深さを示した。
学生代表20人とも親しく懇談した後、全校生徒職員ら2000人と会食を共にし、熱心に巡視を行った。11月18日、航空自衛隊那覇基地では開庁1周年を祝って盛大な祝賀行事が催された。この日、基地では F4EJ 機や C1 輸送機を地上展示し、空では第83航空隊の F104J 9機の編隊飛行やブルーインパルスの極技飛行などが行われ、1万人余りの観衆を楽しませた。第15次南極観測支援のため砕氷艦富士が11月25日東京晴海から南極に向かって出発した。森田艦長以下182人の乗組員たちはおよそ2000人の家族らに見送られて一路南極大陸へ旅立っていった。我が国初のジェット輸送機として開発生産された C1 型輸送機の量産1号機が12月14日入間基地に到着し、入間航空隊第402飛行隊に配備された。防衛庁技術研究本部で開発中の多連装 SSR ロケットの性能試験が北海道矢臼別演習場で実施された。この多連装ロケットは野戦砲火力の補完として地域目標の同時制圧に使用されるものである。また155mm 自走榴弾砲の性能試験も実施された。従来の牽引式火砲は機動力と防御力が弱点であったが、この弱点を自走化により強化し射程精度等を向上させる狙いで開発中のものである。第17回自衛隊ラグビー大会が12月12日から3日間松戸駐屯地ラグビー場で開かれ、熱戦が繰り広げられた。激戦の末、陸上自衛隊東部方面隊チームが7年ぶり3回目の優勝で自衛隊ラグビーの王者となり、また生徒隊対抗リーグ戦では航空生徒チームが4年ぶり3度目の優勝を飾った。冬将軍の大荒れで12月17日以来どか雪に見舞われた北海道中央部は国鉄が麻痺状態となり、18日自衛隊岩見沢及び滝川両駐屯地の350人が救援に駆けつけた。とりわけ東洋一の規模を誇る岩見沢操車場は正月用品を積んだ600両余りの貨車が立ち往生し、隊員たちは氷点下の寒気の中を汗だくで救援作業を続けた。こうして自衛隊は国民のための自衛隊として一歩一歩着実な充実を遂げて昭和48年を終了したのである。